野です。はぁ、とうとうこの日が来ちゃいました。私は我等一下要回去台湾，很开心，但是有点难过。一半，很想要回去台湾，但是不想要回去台湾，想要留在日本。还有，我觉得那个很麻烦吧，因为到机场，然后那个取离，然后什么消毒，然后，我现在跟家人一起来汉尼达故国，有点很难过，不想要跟家人离开啊。但是，OK 吧，我几个月后可以再回来日本，所以加油加油。
ってことで今回台湾に無事に帰ってきました。ガヤに帰ってきました。落ち着く。もうね、今刚刚那个从松山机场からこう帰ってくる時に、わあ、有很多摩托车、こんなにバイクあったっけって、あの面白かったです。だからすごいあのパイ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 いっぱい撮っちゃった。なんかたったちょっとね、数ヶ月だったんだけど、あ、マジで台湾超懐かしいみたいな。もうこのハンチャオの感じ、あ、摩托车の感じ、很热很湿の感じ、もうね、很怀念みたいな。我还是爱台湾的ということを分かりました。なんかね、我在机场で、ね、跟妈妈拜拜的时候很难过，所以她妈妈也那个好像哭，然后我也哭了。我在飞机，我上飞机后真的哭了。啊，もう今思い出してもね、泣ける。マジで、なんか今回はやっぱり2年半没有回去日本だったので。すごいいろんな思いがありました。はい、長く帰ってたんですけど、すごく楽しかったです。でもやっぱり私本当に到日本了之後一两天后ね、我马上感觉是我很想要回去台湾だったんですよ。いやね、やっぱり日本の方が很干净だし、很安静だし、やっぱり吃东西、还有衣服都很好、然后很便宜なんですけど、やっぱりね、私は我很喜欢、我还是很喜欢台湾だと、改めて分かりました。なので、もうちょっと台湾に住んでいたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。うん、やっぱり日本も好きだけど、なんだろうね、やっぱりまだ面白いのかな、有趣かな、台湾有趣好玩かな、还有喜欢台湾人、还有喜欢台湾的气氛です。だからちょっとこっからも頑張って台湾に住んで、いろいろ要なんだろう、为了目标のために要努力ですので、これからも私の YouTube 見てください。またね。大家好、ミオです。请帮我订阅我的频道，然后请参加我的会员咯。